ファンタジーラジオ。はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、今回はね、さっぱり成功できない人の NG 習慣5つ、これを話したいなと思います。成功しない人ね、まあ俺が言ってるその成功っていうのは、例えばビッグな夢をつかんだ、ビッグマネーをつかんだ、うん、そういう何か大きなことを成し遂げた人、うん、そういう人たちに対して、同じ人間なのにどうして自分だけこうも違うんだろう、そういうふうに抱く人、うん、いわゆる成功してない人、この人たちの NG の習慣、 NG 習慣を5つ、はい、話したいなと思います。1番、長期的なビジョンがない。うん、まずね、成功する人っていうのは、目の前に立ちはだかる壁に足を止めて、目標を諦めたりしないと。うん、まずその長期的なビジョンがあるから、目の前に壁が現れても、その壁をいかに越えるかと、うん、それを考えてると。うん、その壁を自分が成長するための過程として楽しむことができる人たちだと。成功する人はね。うん、で、成功しない人、壁ができた時点で諦める人だよね。うん、ということらしいです。うん、2番、ノーと言えない。うん、成功する人っていうのは、自分のやりたいことにフォーカスしてるから、できないこととか得意じゃないことをもう中途半端には引き受けないと。うん、けどそのノーって言えない人、いわゆるその成功しない人っていうのは、できないこととか得意じゃないことでも引き受けちゃうと。これはまあ社会に出れば仕方のないことなんだけど、うん、できないこと、得意じゃないこと、それをできません、得意じゃないからやりません、そうは言えないからね、社会に出たらね。うん、ただ ここはもう俺の持論になるけど、そこでノーって言えるやつ、いわゆる世間一般からはみ出た行動を取れるやつは成功しやすいと思う。うん、普通じゃねえもん。うん、っていうこと。まあ俺の持論だけどね。3番、達成すべき目標を意識していない。うん、まあこれはね、ただただ毎日を過ごしてる人。うん、毎朝、今日達成すること、それを決めて、でそれを達成していく人。うん、そうやって、まあ、塵も積もれば山になるみたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつその達成すべき目標を毎日のように、うん、こう設定して、それをクリアしていく人が要は成功する人らしいです。うん、何の目標もなしにただ毎日を繰り返す人は成功しないということらしいですよ。うん、4番、直感を信じられない。うん、まあ、成功する人っていうのは、その直感、これはいいかもしれないとか、あ、これはなんか違うなとか、うん、そういう直感的なことを信じるんだって、成功する人はね。うん、もちろんそこに、なんだろう、論理的な理由っていうのもあるらしいんだけども、うん、でなかなか成功しない人っていうのは、その直感をまず信じないと。うん、これはいいかもしれないって思っても、そこでそのいいかもしれない行動を一切取らないらしいです。うん、最後5番、できるだけ安全な環境にいたい。うん、要はこれはもう安定を求めるってことだよね。うん、ただ成功する人っていうのは、うん、リスクを背負うらしいです。うん、まあただそのリスクって言っても、自分が成功につながるから、こんだけのリスクは背負う価値があると。うん、そのリスクに価値を見出せると。うん、ただ成功しない人は、その危険を犯す、失敗する可能性、そっちのことばっかり考える、要はネガティブにね。うん、まあそういうことらしいです。まあこれはまあ俺がネットで調べてね、うん、まあこういうものを見つけたから、まあ話してるけども、うん、まあビッグマネー、うん、でかい夢、ビッグドリーム、うん、そういうのをつかむ人っていうのは、やっぱり、うん、なんつうのかな、普通にはしてないんだよね。うん、人と同じことしてても同じにしかなれないから、人と違うことをし続ける。うん、その長期的にね、うん、
だからまあスポーツ選手とかもそうだよね。だから例えば、まあ野球選手とかでもめっちゃうまいのに喋ったら超頭悪いとかいるじゃん。うん、その人たちは喋るっていう普通の人が普通にやることを捨てて野球だけをやり続けたわけじゃん。うん、普通の人ができることができないけど野球ができる。だからものすごい額を稼げる野球で。うん、まあサッカーでもそうだし、うん、まあたまにね、うん、めっちゃ勉強もできるしスポーツもできるしっていう、なんかそのなんだろう、すげえ汚ねえなってのはいるけど、うん、まあそういう汚い人もいるけども、まあうん、どっかで普通から外れたことをしないとなかなか成功しないよってことだと思います、これは。うん、まあ長くなっちゃったね。はい、そんだけ終わり。またな。